アズマ・テルミといえば、綿鬼のコジとというイメージが強いでしょうね。そのイメージは、アズマさんが、こういうコジといるよね、という共感を得られる演技をしていたことの証明になります。よく考えると、アズマさんのデビューまでの経緯や、これまでの経歴をあまり知らないなと思いませんかアズマさんの経歴やデビューだけでなく、 ご家族や近年の活動についても紹介していきましょう。まずは、あずまさんのプロフィールから。本名、山部智美。青年月日、1956年8月12日。出身地、東京都、板橋区。血液型、AB 型。身長160センチ。出身校、 実践女子学園高校東京で生まれ育った東さんは父親の仕事がうまくいかなくなり17歳頃から家計を助けるためにスナックで働いていましたその後父親が亡くなられ谷直美のマネージャーをしていた父の知人との縁で芸能界入りをしますそして1974年日活ポルノ映画 イケニエ夫人に初出演し芸能界デビュー次第にアイドル的ポジションとなりトップ女優の地位を確立しましたその後21歳で監督としてもデビューされていますあずさんはマルチな才能があるんですね1980年代からは橋田菅子作品に起用されることが多くなりドラマ 渡る世間は鬼ばかりの小獣と小島国子役で知名度がアップしました。その後も多くのドラマや舞台に出演されていて、ロマンポルの出身で一般作でも成功した女優の一人と言われています。しかし、舞台の出演に絡むトラブルが起こったこともありました。2014年、 小林明さんの主演舞台、熱き心で突っ走れに出演予定でしたが、なんと初日4日前に交番させられたのです。東さんはもともと別の役で出演予定でしたが、小林明さん演じる織田信長の母親役の方が病気で交番したため、急遽その代役を務めることになりました。この舞台は、 主演の小林明さんが演出も担当していましたが、あまりに熱の入った演技指導だったようで、その指導に反発したことが交番理由だったようです。東さんは自身の SNS で、先輩ではありますが、小林明氏の必要なまでの演技指導、あれはいじめとしか言いようがありません、と書かれていました。また、東さん自身が、 事務所に交番の連絡が入っただけで自分に敬意の説明がなかったとも明かしています。しかし、同じ舞台で共演していた浅岡瑠璃子さんは、ああいう指導はいつものこと、あの人だけが特別じゃないと発言。小林さんや浅岡さんはそういう指導が当たり前でしたが、東さんの世代では当たり前ではなく、指導だとは思えませんでした。 交番のトラブルの根本には、世代間のギャップで生じた価値観の違いがあったのですね。現在独身のあずまさんですが、過去に結婚していて娘さんがいらっしゃいます。彼女が結婚されたのは1985年で、お相手は当時のマネージャー、山部信夫さん。当時山部さんは結婚されていたのですが、 離婚の成立を待って、あずまさんと結婚されたと言います。山部さんはお酒を飲む女性が嫌いだったため、結婚後のあずまさんはお酒を飲まなかったそうですが、本来はお酒が好きなあずまさん。好きなものを口にできないのは辛かったと思います。その後、娘、エリさんを授かるものの、 1995年に離婚が成立。離婚後、東さんはシングルマザーとなり、エリさんを育てられました。そして、娘のエリさんも実は女優として活動されていた時期があったそうなんです。NHK 大河ドラマ、春日のつぼねや、渡る世間は鬼ばかりに親子で出演されていました。 エリさんは高校卒業後、海外の大学へ進学され、アメリカ人男性と結婚。しかし、出産のために一時帰国していた間に、夫が浮気した上、行方知れずに。その後離婚が成立し、生まれた娘さんと共にハワイに住んでいます。シングルマザーとして娘さんを育てたアズマさんですが、2018年に、 TBS 名医のザ・太鼓版の企画で受けた人間ドックで肺腺癌が,が見つかりました。幸いにも早期発見でステージ1の診断でしたが、2018年7月には5時間の手術を受け、左肺の5分の2を摘出しています。手術時にリンパ節への転移が見つかったことでステージ2の診断となり、 再発率50%という宣告を受けました。再発予防の抗がん剤治療を同年10月29日から始めていましたが、その治療を中断したことを2019年2月に告白。抗がん剤治療は1回3週間× 4クールの予定で始まり、1クール目終了時は元気だったそう。 しかし、2クール目終了直後に、脱毛、味覚障害、激しい耳鳴り、手の痺れなどが現れ、眠れない日々が続き、3クール目の開始前に中断を決められたのでした。その決断には、胃がんを患った父、子宮がんを患った母の闘病が関係していたようで、特に母、としえさんは抗がん剤の強い副作用が辛くて、 何度もやめたいと訴えていたものの、あずまさんの判断で治療を続けました。しかし、としえさんは、がん宣告からわずか1年余りで帰らぬ人に。あずまさんには辛い治療を続けさせてしまったという後悔が残ったといいます。そして、辛い思いをさせるよりも、旅行などで、 楽しい時間を過ごさせてあげればよかったと思ったそうです。そして彼女自身が抗がん剤治療をやめるときに当然のことながら娘エリさんは大反対。しかしどれだけ長く生きるかではなく自分の望む人生を送れるかどうかが大切だという言葉でエリさんも治療をやめることを納得しました。 あずまさんの過去に対する後悔があったからこその決断で、抗がん剤で辛い時間よりも、娘と孫と過ごす時間を大事に思われたのでしょう。考え方は人それぞれですが、自分の経験をもとにした決断はなかなかできませんよね。そういう面であずまさんは、とても強い人だなと感じました。 がん治療を辞めた彼女は、その後も精力的に活動をされています。女優としてはもちろん、副業とは言うものの、実業家の一面もあります。現在はロシアの会社が開発した、近未来防犯システムの輸入、販売を出かける代理店の取締役に。実はあずまさん、1980年代から副業を始めていて、 様々な分野のビジネスを経験されています。最初に手がけたのはフルフォン店のフランチャイズ展開でした。全国に約40店舗を出店し、月に300万円ほどの売り上げだったものの、ファミコンブームによってビジネスは破綻してしまいました。その他にも写真のスピード現像、高級ペットフード、 化粧品のプロデュースなどのビジネスを手掛けていったようです。先ほどのセキュリティの代理店以外にも、軽井沢の色彩農園の副社長をされていて、一粒1000円もする高級ゴ、軽井沢貴婦人の販売と営業を担っています。あずまさんの副業を知れば知るほどアグレッシブさがわかりますね。 副業で忙しいかと思いますが、今後も女優としてのさらなる活躍を期待したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。